これで終わったのか。カベ大丈夫？体調はどう？僕は大丈夫だ。ありがとう、ティナリー。心配はいらない。無理しないで。カーベさん、冠はカーベ選手によって叩き壊されたが、その前に彼は試合目標を達成した。Pass auf, jetzt kriegt er das Preisgeld, muss aber dann die Kohle bezahlen, die er zerschmettert hat, und hat dann doch nichts am Ende davon. ルールに乗っ取れば、彼が第3ラウンドの勝者であり、合計得点から見ても、今回の学院トーナメントのチャンピオンだ。学院トーナメントのチャンピオンとして、およびサーチェン直々に推挙された継承者として、カーベ選手はサーチェンの全ての財産を継承する権利を有する。それではもう一度聞こう。本当にサーチェンの財産を全て寄付するのか。さっきも言っただろう。この世界が良くないというなら、彼の残した事業でそれを変えればいいじゃないか。いや、stimmt, den gesamten Besitz stimmt, ja, ja. Das heißt, die Krone hat er auch geerbt, das heißt, er könnte sie eigentlich auch dementsprechend kaputt machen. Nee, okay, gut, dann passt das ja. 単に否定するだけでは何の結果も出せない。僕は彼とは違うんだ。わかった。書記官として、この件を資料に記録しよう。これから財産の具体的な使途については、大会が終わった後に、賢者から連絡が行くだろう。ああ。僕もあの人の研究が正しかったかどうかわからないし、どうすればあれを完成できるかなんて、なおさらわからない。ただわかってるのは、すべてをここで止めれば、参加者は誰も苦しんだりしないってことだけだ。今回が最後のトーナメントってわけじゃない。これからも、誰かがこのトーナメントに参加する。未来の学者たちだって、引き続きこのために研鑽を積むだろう。でもサーチェンの話は、人々を苦しませるものだ。だから、ここまでにするんだ。これ以上広げちゃいけない。僕たちが皆学者である以上、彼の観点をむやみに否定するのもまた傲慢な独断だが。大丈夫。この責任は、僕が背負えばいい。僕にとって、これでよかったんだ。僕にも、これしかできることはなかった。うん。よく言った。君は、大半の人々が欲しても実行する勇気のない、正義と理想を述べたんだ。俺から見れば滑稽であることに変わりはないが、君は自身の問題に気づいている。ただ、プライドがそれを認めることを許さないだけだ。でも、君のその見解は、受賞の舞台で発表されるに値する。今大会の開催委員会を代表して、君の優勝を祝福しよう。おめでとう、カーベ選手。はあ？勘違いするなよ。誠意のない賞賛なんかいらない。それに今ここは弁論の場じゃない。僕の見解じゃなくて、試合の評論に集中してくれ。カーベさん、おめでとうございます。授賞式に出る準備をしておいてくださいね。授賞式はメイン会場でやるらしいぞ。戻って見に行こうぜ。Hat der Carvey doch gewonnen, hätte ich. Ja, am Anfang hätte ich da eigentlich nicht mit gerechnet. Ich hätte aber auch ehrlich gesagt so nicht sagen können, wer da gewinnt. Also Scaramouche wahrscheinlich nicht derjenige, wer das war. Von Anfang an klar, weil der hat nicht wirklich Interesse an sowas. Auf Faruzan hätte ich das zum Beispiel noch gesehen, vor allem weil wir sie ja auch im Event kriegen. Und.Ja, Sino vielleicht auch, weil der ist so energisch hinter seiner Karte her ist, ne? 選手の皆さんの素晴らしいご活躍のもと、今回の学院トーナメントは無事終了しました。Wow, die vier Zuschauer. これより優勝したカーベ選手にご登壇いただき、授与を執り行いたいと思います。
回はここで河辺選手に冠をつけていただき賞金をお送りする予定だったのですが、先ほど入った情報によりますと、河辺選手はサーチェンさんの資産を受け継ぎ、そしてそれらをすべて寄付されたそうです。サーチェンの資産を寄付？あんな大金、よくそんなことができたな。河辺選手の慈善的な行いのおかげで、多くの貧困に苦しむ家庭が運命を変えるチャンスを得られるでしょう。冠も賞金もなくなってしまったので、授賞式も簡単なものになってしまいますが、河辺選手、何かご感想をいただけませんか？皆さんも私と同じように、これだけの大金を寄付した理由について聞きたいでしょうから。こんな場面で何を話せばいいかわからないけど、優勝できて嬉しいよ。運の要素も多分にあっただろうけど、金を寄付した理由についてはサーチェンの見解には賛成できないし、彼の金も欲しくはなかったからだ。自ら体験しないとわからないことなんてたくさんある。彼も僕も決めつける資格なんてないんだ。でもそういうことを話し出すと複雑で重たい話になってしまうから、ここでは割愛する。他には特にないな。ではこれで。どうもありがとう。あ、河辺選手、少々お待ちください。今回の授賞式はいろいろと省かれてしまいましたが、まだ賞品は残っています。こちらは七星召喚の限定カードです。どうぞお受け取りください。またチャンピオンの栄誉は河辺選手の資料に記録されます。今後河辺選手が教令院で研究課題を申請する際、賢者様が優遇する判断材料の一つとなるはずです。確かに受け取った。でも課題とかそういうのは大丈夫だ。それでは授賞式はこれにて閉幕とします。河辺選手に再び盛大な拍手を。Ich frage mich ja, ob er die Karte vielleicht an Sino abgibt. Ich weiß nicht, wie. Ich kann es nicht verstehen. Ich weiß nicht, wie sehr er dem Card-Game drin ist. Du musst es noch verstehen. Also, wir gehen weiter zum Gakuin-Fest. Sino ist auch der Einzige, der noch da ist, ne?やっと終わった。演説はそれなりに得意なつもりだったんだけどな。疲れたよ。試合で疲れたせいじゃないか。それにしてもあんまり嬉しくなさそうだな。とにかくお前はチャンピオンなんだから、もっと胸を張ってていいはずだろ。そうだな。そうだ、セノはこの限定カードが欲しいって言ってたな。今まさに僕の手にあるわけだが。あげちゃうのか？珍しいカードなんだろ？人儲けできるじゃないか。ただのカードだぞ。できるわけないだろう。ポスティスト。僕が持っててもしょうがないんだから、セノにあげるさ。よかったら彼に持って行ってくれないか？おい、そんな大事なこと人に任せるなよな。さ、一緒にセノのところへ行こうぜ。Na, der wird sich freuen. え？僕はもうちょっと休んでいたいんだって。こら、髪の毛を引っ張らないで。Na, dann überbringen wir mal die gute Nachricht. セノ、何を見てるんだ？まだ。サーチェンのことを考えていた。何か用か？ほら、七星召喚のカードだ。僕より君の方が必要かもしれないと思ってね。これは限定カードだ。譲ってくれるのか？当然だろ。僕が持ってても仕方ないんだから。いいか、これは限定カードなんだぞ。カーベ、何かトラブルでもあったのか？こんな方法でなくとも言ってくれれば助けてやる。
そんなんじゃないぞ。自分のトラブルは自分で解決する。このカードとは関係ない。そうか、それでは遠慮なくもらおう。だがお前がまだこれの価値に気づいていないことは明らかだ。このまま受け取るのは筋が通らない。うん、こうしよう。前回の豪華限定版カードの価格で買い取らせてくれ。どうだ。そんな、いいさ。たかがカード1枚だ。どれだけの価値があるって言うんだ。少なくとも100万もらわする。いくらだって1 million 100万もら少なかったか。ならもう少し上乗せしてもいい。ノフメカード1枚が100万もら。でも前に遊んだ時はこんなのをたくさん持っていたじゃないか。なんかキラキラしたやつを。全てにそれだけの価値があるわけではない。見た目だけが綺麗でレアじゃないものもある。そういえば大魔ハマトラの収入も低くはないはずだが、君の金は全てこんなところにつぎ込まれているのか。でもやっぱりやめだ。友達から金をもらうなんてちょっと気が引けるよ。遠慮するな。俺はこれまでにたくさんカードを買ってきた。さらにもう一枚買い取ったところで大して変わらない。なあ、本当に趣味のために貯金を全部使う気か。趣味とはいえどうすぎないようにな。お、kleiner versteckter Hinweis。衝動で借金なんてするんじゃないぞ。借金生活ってのは本当に惨めなんだ。Ein guter Hinweis: Gib nicht zu viel Geld für dieses Spiel aus. Spend in moderation. Na? Finde ich gut, dass sie das so hier mit eingebracht haben. 経験があるような言い方だな。さぞ苦労したんだろう。まあ、この話はもうやめよう。だったら、俺よりも自分のことを心配しろ。何にせよ。レアカードはこのセノがいただいた。カーベ、お前のおかげで試合に参加した目的が達成できた。この後金を下ろしてくる。分かった。じゃあ僕もこれ以上遠慮はしない。これで今月の返済は無事に乗り切れるはずだ。それどころか少し手元に残るかな。後で食事をおごるよ。ティナリとコレイも呼んでやってくれ。これぞハッピーエンドってやつだよな。そういえば他の参加者はどうしてるんだろうな。特別評論員として他も見てみようぜ。Ach, der KW, der ist schon guter. Ich hätte ja glatt gesagt, warum zum Teufel klettert der Herr da hoch? Ich hätte ja glatt gesagt, ich würde ihm selber auch Geld geben. Also Mora.Habe ich ja ein bisschen was auf Tasche. Wie viel habe ich denn da? Ja, hier so knapp 50 Millionen. Also da könnte er locker 30 Millionen von haben. Damit er seine Schulden abknabbern kann. Und vielleicht sein schönes kleines eigenes Häuschen hat. Aber leider können wir das ja nicht. Das Game lässt uns nicht. Oh, ich glaube, ich bin auf der falschen Ebene. Ja, so ein bisschen. Wir müssen da unten.Ansonsten hätte ich ihm das gerne zur Verfügung gestellt. Vor allem hätte mich dann mal interessiert, wie das Haus von Al-Haytham in ein paar Tagen ausgesehen hätte. Fuku, erabitai nara, washi no advice doori ni sureba yoi zo. Toji no kyōrei-in demo, washi no kōde wa saikō ni naui to hyōban dattan ja. Hontō ka?それじゃあお願いしようかな。ファルザン先輩、今流行りのスタイルでいくつか選んでくれないか。ファルザンにニーロ、それにディシアとキャンディスまで。お前たち何してるんだ。キャンディスと買い物をしてたらこの二人に出会ってさ。ファルザン先輩は優しいんだな。服を選んでると聞いて手伝うって言ってくれたんだ。一回りしてみたものの、わしに馴染みのあるスタイルはなかったな。とはいえ心配無用。
布を買って自分で作ればいいのじゃ。単色の生地に赤とピンクのお花を刺繍するじゃろ。そこに緑の葉っぱを。ちょっと待った、それ本当に流行りのスタイルなのか。なんだかお年寄りが着るもののような。安心せい、クラシックというのはな、決して時代遅れにはならんもんじゃ。いやいや、いくらなんでもその。まあまあ、ファルザン先輩がおすすめしてくれてるのは確かに流行りだったクラシックコーデだよ。でも今は新しい選択肢もいっぱいあるの。もしよかったら私が選んでもいい？せっかくみんなが一緒にいるし、キャンディスさんもめったにスメールシティに来られないんだから。お買い得なお店いくつか知ってるの。はい、ぜひお願いします。わしも行ってみるとするか。はあ、若者の好みを把握するのも先輩の務めじゃからの。ファルザン先輩、ちょっと来て来て、先輩いるんだけど。ん？お前は？私たち教練院に入学したばかりなんです。大会で先輩のご活躍を目にして、それでお聞きしたいことが。先輩は授業を開かれているんですか？うん、もちろんじゃ。ぜひ参加を申し込んでくれ。うっそ、待ちきれないんだけど。先輩の専攻って何系ですか？精密機械系？わしはチロン派じゃ。おい、でも先輩って機械に詳しい系じゃないんですか？あ、よく考えてみたら先輩確かにチロン派の代表ですもんね。でもチロン派の授業ってつまんない系ですよね。ごめんね先輩、別の授業を開いてくれたら絶対参加するから。じゃね。Das könnte die falsche Antwort gewesen sein. わかっておったわい。お前はついて行かなくていいのか？あ、私先輩のことすごいなって思ってるんです。ですからしばらくは先輩と勉強したくて、選択科目は先輩の授業にします。学院をまたいだ授業はちょっと厳しいかもですが、その時は何卒よろしくお願いします。良い子じゃ、お前さん良い子じゃの。安心するがよい、その時はできるまでちゃんと指導してやるぞ。ありがとうございます先輩。それでは失礼します。授業の時にまたお会いしましょう。あ、しゅんじゅし。何だったのかよくわからないが、いいことだったんだよな。おめでとう旅人さん。パイモンさん、あなたたちも服をいくつか選んでいきませんか？ごめんな、もうカーベとご飯の約束をしちゃったんだ。それまでに他の人も取材しなきゃいけないし。あ、そうだ、カサッチとレイラを見なかったか？カサッチ選手？あの人がどこに行ったかはわからないけど、レイラさんならさっき見かけたよ。メーロン派の学生さんたちと一緒にいたから話しかけられなかったんだ。あっちの方に行ってみたら？メーロン派の学生か。投票でレイラを試合に参加させたやつらだよな。レイラは優勝できなかったわけだからな。あいつらどんな態度でいることやら。うい、様子を見に行ってみようぜ。Dabei wäre das die Gelegenheit gewesen, endlich mal ein Outfit, ein alternatives Outfit für den Reisenden vorzustellen, wa? Aber na gut, war klar, dass das nicht kommt. Dann gucken wir mal, wo sich Layla hier versteckt. Mina, kumennasai. Daisan Raundo de motto katsuyaku dekite tara. Mo yamete!あんなに頑張ったあなたを責めなきゃいけないなら、参加する度胸さえなかった私たちはどうなっちゃうわけ？試合を全部見てたわけじゃないけど、レイラは第1と第2ラウンドの両方で得点した
唯一の選手なんだろ、うん、それに第3ラウンドだって冠を最初に見つけたのは君だったと聞いたぞ。優勝まであとちょっとだったな。それは運が良かっただけで。そんなこと言わないで。あなたの相手は強敵揃いだったんだから。かの有名な正論派のティナリに、大マハマトラのセノ、みんなすごい人たちだったじゃない。彼らを差し置いて得点できたのはとてもすごいことよ。他の人がつけたあだ名も間違ってなかったと思うわ。あなたって本当に天才ね。ありがとう。でも私はそんなんじゃないよ。第2ラウンドの試合中だってちょっと居眠りしちゃって、いつの間にか機械のそばにいたんだから。あんまり謙遜しすぎないで。みんなでレイラお疲れパーティーをやろうって相談してたとこなんだから。ほら行きましょう。元気を出して。あなたはこのパーティーの主役なのよ。レイラの方もうまくいってるみたいだな。よかったぜ。でも結局カサッチとは試合が終わってから会えなかったな。もうすぐご飯の時間だ。カーベとセノのところへ戻ろうぜ。Ah, stimmt, Kabe wollte uns ja einladen. Den gucken wir doch mal, so was für einem schönen Festessen er uns einlädt. Vielleicht ist Scaramucci auch da. Ho, ho, ho. Glaube ich zwar nicht, aber wäre lustig. お金は足りる？節約しておいた方がいいよ。安心してくれ。正確に計算したんだ。絶対に予算を超えてないぞ。これまでに何度もご馳走になったんだ。今度こそおごるよ。旅人、パイモン、こっちだ。お、oh, ist er noch Platz? 来たぞ。美味しそうなものがいっぱいだ。さっき他の参加者たちのところに行ってきたと聞いたけど、どうだった？ファルザンは新しい教え子ができたし、レイラも同級生たちの期待に応えられたみたいだ。でもカサッチだけは見つからなかったな。どこに行ったのかもわからないけど。アルハイゼンのやつもいないな。せっかく今日は機嫌がいいからご馳走してやろうと思っていたのに。まさか姿も見せないなんてな。あ、サインペッシュ。あいつめ、どこにいるんだ？大体あのメッセージは。まあいいか。先に食べるとしよう。Ihr genießt ein fröhliches Festmahl.